髪サラサラですね。脇あずみです。鈴木えりの髪はサラサラみたいです。鈴木えりです。2回言った。なんか、えりさんが、ストレートなの珍しい。あ、そうね。最近結んでたりとか。最近、ハーフツインアップにすごいハマってまして。珍しい。ってた確かに。でも私サラサラなのよ。サラサラ、そう。それが自慢。エリさんがゴワゴワになってるの見たことない。ゴワゴワ。とても綺麗な髪しております。鈴木エリです。あ、鈴木エリです。はい。本日はメール会でーす。メール。それでは行きましょう。はい、せーの。アゼリアール。ということで、メール紹介をお願いします。はい。アゼリネーム KNGY さん。KNGY。ワキさんさん、こんばんは。こんばんは。先日、ワキさんが、美容健康食品、サプリメントを扱っている会社の、遺伝子検査ダイエット対策キットというのをやっていて、はい、結果は、脂質の代謝が苦手な洋梨型、うん、はい、太るときはヒップ、太ももから、など診断されており、うん、そうなんです。当てはまっているとのこと。はい。そんなワキさんが好きだなぁと改めて思ったのでした。あら、そうですか。いっぱい、ありがとうございます。いっぱい食べる君が好きってやつですね。さて、この投稿を見たとき、ふと中学時代に陸上部だった自分が、太ももとお尻がやたら太く、筋肉質になってしまい、そこから身長の伸びがピタッと止まったことを思い出しました。アンバランスですし、ジーンズのようなピタッとしたものが履きづらいんですよね。そこから年月が経ち、その筋肉も脂肪化している気がするので、うん、この診断してみたいなと思いました。そう、やったんですよ。なんでそんなのあるんだ。その DHC さんのやつで、うんうんうん、自分の、うん、唾液かな、うんうん、から、遺伝子なんちゃらを取って、でそれを送って、うんうんうん、で2週間後くらいに、うん、自分はどんな体質なのかっていうのを教えてもらえるんです。遺伝子的なものかなんかで、でそれでざっくりしてんな。いろいろ人間の体型ってリンゴ型とか洋梨型バナナ型、アダムみたいな。何それ、どれにも属さない、っていうやつがあるらしいんですけど、私は日本人女性に一番多い洋梨型っていうので、その前から私は、うん、食べるとお尻と太ももにすっごいつくなと思ってて、ほうほうほう、脂肪が、ほうほう、これが下半身デブっていうやつなのかな。ほうほう、でも何が一番合わないんだろう自分にはって思ってて、それを試してみたんですけど、なるほどね。私の大好きな、うん、油、うん、マヨネーズとか、あ、そういうのが一番ダメらしく、いや逆に 糖質は取っても割と平気。そういうのも分かるんだ。そうなんです。なんか糖質か脂質か、うん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 、っていうので、うんうん、やるならば、うん、脂質制限の方がダイエットに向いてますよ、うん、へっていう、そう、体型らしくて、前まで糖質制限頑張ってたりしたんですよ、うんうんうん、確かに体重は多少落ちるけど、うん、体型変わんないなって思ってたから、糖質はそんなに意味なかったらしくて。そういうことなんだ。甘い生クリームとか、うんうんうん、そういう脂質が多いものを減らした方がダイエット。面白い。そうっていうのを、それでみんな調べてダイエットをする前とか、うんうん、そう、自分に何が合うのか合わないのか、そういうのを知るっていう。そう、面白いね。面白いですよね。最近の科学のものはね、とても素晴らしい。普通にプライベートでやった。あ、そうですそうです。キット自体5000円くらいで、あ、それ私もできるみたい。 それならやってみようかなって思ってやってみたんですけど、ちょっとアダムだったらどうしよう。自慢していい、アダムだったら。なかなかいないんじゃないですか。それって太らないってこと、それとも当てはまらず、その他ってことなのかな。その他ってことなんじゃないですか。気になる。バナナの人とかは、リンゴの人は、うん、お腹から太っちゃう。あー、なるほどね。なんかもうボンボンって感じ。うん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 、バナナ、バナナの人は太りにくい。おうおうおう、太りにくい代わりに、一回太っちゃうともう、
元に戻れません。え、怖い。戻るのがすごい遅いらしくて、怖いな。だからもしかしたらエリさんは太りにくい体型だから、うんうん、バナナかもしれない、やばい。一回太るとやばいかもしれない。そう、そういうのが分かるっていう。知りたいな。ね、知りたいですよね。めっちゃ知りたい。そういうの私血液検査かと思っちゃって、うん、ずっとひよってできなかったんですけどそうね。でも唾液だけでいいんだ。そう、できるなら面白そう。面白いねー。これをツイッターでつぶやいてたの？あ、あのインスタで。インスタか。そう、やってみようって言って。へ、めちゃめちゃ PR みたいな感じでなんかやってみよう、案件みたいな案件ではございません。こんな結果になりました。案件ではございません。皆さんもおすすめです。そう、ね、ダイエット今したいなって思ってる人には、いいね、これは。と自分がね、何を制限すればいいか分かるので、いい、おすすめです。おすすめです。やってみてください。はい、ということでメールありがとうございました。番組ではメールを募集中です。はい、メールアドレスは、azaeri@secondshot.jp。azaeri@secondshot.jp。はい、たくさんのメール、どしどし送ってください。よろしくお願いします。はい。そして、今週分のazaeriRは、水曜日24時から、セカンドショットチャンネルにアーカイブとして1週間は無料公開。さらに有料会員になっていただくと、過去のアーカイブやazaeriR特別編が聞き放題、見放題です。皆様、ぜひ会員登録よろしくね。はい。ではでは、では今回はここまで、はい、お相手は脇谷あずみと鈴木えりでした。バイバーイ。